俺一回滑ったっていうか通じなかったのは、なんかね、バイトの休憩中で休憩室に、なんか俺ともう一人いたのよ。同い年ぐらいの女の子が。で、そのテレビ見てたらニュースで、なんか、今空前のメガネブームみたいなのやってたのよ。なんか、メガネをなんかかける男子が急増中みたいな。メガネブームみたいな。で、それ見て俺が、なんか、別にメガネにブームとかないですよねみたいな。だって常にメガネってあるじゃないですかみたいなこと言ったら、なんか、あ、はい、みたいな、なんかめっちゃドン引きみたいな感じで。え、何言ってんの、この人みたいな、なんかね。いらんないかっですたんやよろうね。なみたいな。いや、俺としては、なんかもう、あ、確かに、みたいな、なんかいや、反わ応してか欲しりかったまんだけす。ど、わはかり話したまくなかったす、みたいな。あ、はい、え、はい、みたいな、なんか。それは別に仲はそこそこいい方なんでしょ、よそくのない人。やろ。いや、まあ、そう、仲いいとかじゃ、まあまあまあ、ぼっちぼっち喋るかぼなちぐぼらちい。喋る。ああ、はいはい。1対1ならまあ喋るかなぐらいの。でもなんかもう思ったより全然通じなくて、それが。笑顔で言ったんやろ、ランタンは。かなり。いや、笑顔でっていうか、なんかちょっとニヒルな感じで言ったな、俺は。な千るほ原どジュニア的さ。な感じで言ったな、なんか。そうそう、常このにあ角る度やどうろやみたいな、なんか、おもろいやろみたいな。おもろいで。この着眼点どうやみたいな、なんか、言ったら、ウケてるや全ろ。然通じなかったな、なんか。って何言っ言われてちゃんっのみたいな感じで、なんか。まあ、俺の千原ジュニアみたいな言い方も良くなかったと思う、やっぱ。あ、ちょっと言い回し もっがと回爽りくやかどい。に言えばよかったかも。なんか、小栗旬みたいな感じで言えばよかったかも。小栗旬みたいな感じで。常に流い行ろんってな。るじゃんみたいな。そう、ミルフィーユ鍋やる？みたいな、なんかその、そういう。うちはミルフィーユ鍋みたいな、なんか、キャベ爽ツやかな感じで。そう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 。キャベツと豚肉挟むだけみたいな、なんかそういう。いいな。知らないけど。ジュアニルヒーな。メガネブームみたいメな。ガネブ。これっておかしいですよね。なんかこういう ああ、すげえすげえ。もうそこれれはおなからし多いわ。分全然確かに。なんか面白い話始まったなっていう感じの。ああ、そうですね。全然おもんないけどな。